はい、本日はですね、ノースフェイスのセールで狙い目のアイテムをご紹介していきたいなというふうに思います。はい、ということでね、今回ご紹介するのはですね、僕が今まで購入したアイテムもあれば、あ、これセールかかってんやとご紹介したら面白いかなということで、今もポチってるアイテムもあったりするんですね。だからまあいろいろあったりはするんですけども、やっぱりセールとなると皆さん気になりますよね。アウトレットなんか行ったりしても 50% オフとか 30% オフって書いててですね、あ、ちょっとこれ良さそうやなと思って店員さんに話聞いてみたら、ようよう聞くとですね、これ実はラスト1点なんですよと、これもラスト1個でもこれでおしまいなんですとかって言われるとですね、わあ、ちょっとこれ買っちゃおうかなーなんて思う時もあれば、いや、なんかむしろそれ言われると萎えるというかね、わ、なんかちょっと冷めたなみたいな、ラスト1点って言われたらなんか買わせる気あるんじゃいますのと、ちょっと僕に買わせようとしませんかということでね、あ、じゃあちょっと強がってね、あ、ほないいですわって言って一回店は出るんやろけども、その後ゴディバ寄ったりとかね、奥さんのなんか服見てる時にね、やっぱりあのノースフェイスの 30% オフ気になってくるなあ思ってね、パーって戻ってたら大体ないんですよね。そんな時に限ってなくて、うわ、ちくしやられたなっていう時あると思うんですけども、まあ、今日はね、アウトレットじゃないんですけども、ネットとかで売ってて、あ、これいいんじゃないのと、でしかもセールかかってて、まあ、良さげじゃないのというのをですね、ご紹介していこうかなと思いますので、本日の流れとしてはですね、セール品っていうのを5点、僕がちょっと厳選します、2、4、5、5点か、厳選しますので、それをお話しして、その次に、これセールじゃないんやけども、まあ、いいんちゃいますかみたいな話もね、てかもうこれは絶対セールならへんから、セールを待ってても無駄ですよみたいなことをね、お話ししておしまいに行きたいなというふうに思いますので、まずはセール品からご紹介していこうと思います。今回ご紹介するのは全部そうなんですけど、2021年の春夏に出たやつがセールになってるんですよ。だから一応セールにはなってるんですけど、なんていうんですかね、まあ、夏物のセールというんだな、まあ、冬のセールはまた違うので、夏のセールというふうに思ってもらっていいと思うんですけど、まず一つ目いきましょう。一つ目のようなのがこちらですね。こちらの靴ですよね。キャンプモックベースなんとかっていう靴になってて、これはね、今回ご紹介する中でもそんなにめちゃくちゃ割引すごいなぁいう感じではないんですよ。まあ、ほどほど割引してますなぁいうような感じなんですけど、名前がかっこいいんですよね。キャンプモックなんやったっけな、ベースキャンプモックスペシャルエディションっていう名前ですよ。スペシャルエディションとか言われたりしたらね、ちょっとバイクでもあると思うんですけど、なんとかエディションとかファイナルエディションとか言われたりしたら、ちょっと星になってくるんですけどね。まあ、このスペシャルエディションっていうのが、この柄がちょっとスペシャルな感じになってらっしゃるんですけど、普段はね、ブラックとか単色なんですけど、今回に限ってはこういうちょっと柄テイストになってて、これが13,000-14,000円だかなぐらいの定価だったと思うんですけど、もうセールでね10,000円切ってるぐらいで売ってたりしますので、こういう突っかけっていうんかな、こうサッと履けてサッと脱げるような靴って大体に一足いるじゃないですか。で、まあそれサンダルでもいいんやけど、こういうタイプにしとけば、まあ、冬とかもね履けたりするので、まあオールシーズン履きたいっていう方はね、これ一回セールで買っといて、本当にオールシーズン夏も冬も履いたりとかして、まあ使うっていうようなことができるので、まあ玄関にポンって一足あるだけでね、まあ使い勝手いいんちゃうかなと思います。だからまあ定価で買うことはないかなって、まあ定価で買ったことある人もおるからね、あんま偉そうなこと言ったらちょっと失礼なんですけど、まあ定価では別に僕そんなおすすめするようなことじゃないけど、まあセールになってね、まあ1万円以下でこれ買えるんやったら、まあ玄関用サンダルとしてね置いとくっていうのはいいんちゃうかなというふうに思います。まあ本来の目的はキャンプとかで使うような感じらしいんですけど、まあ僕もあんまキャンパーじゃないのでね、偉そうなこと言われへんからキャンプのことようわからんけども、まあ、玄関に置いてたらええんちゃうかなっていうところで、まずこれが1点目ですね。で、次2点目っていうのがこちらのスワローテールフーディーになってます。このジャケットはね、ノースフェイスの夏のアイテムといえばね、もうこの2大巨頭なんですけど、このスワローテールとこのバーサタイルショーツ、この2つはいいですよなんていうのは僕ずっと言い続けてて、特にこれに関してはもう定価でも買ってくださいという話はしてたんですが、こっちのねスワローテールに関してはですよ、セールかかってるんですよね。もともとの値段が確か何倍だったっけ、16,000とか7,000とか、だいたいそんなぐらいの値段定価やったと思うんですけど、それがね、だいたい1万ちょっとぐらい、1万円と消費税が10,000円とかぐらいでね買えたりする場所もあったりするんですよ。なのでそれやったらね、10,000円ちょっとぐらいやったら、いやいやナイキと変わらへんやんと、あとプーチャよりちょっと安いじゃないかと、アディダスよりもちょっと安いじゃないかと思えるぐらいの安さになってるから、コスパ的に考えたらね、多分めちゃくちゃいいと思うんですよね。まあね、これ見てる方でもね、ほんまかと、タクドそんなええのかとかって思うかもしれんけども、やっぱりまあ16,000-17,000円してるって、まあノースフェイスのジャケットにしてはそんな高くないんやけども、一般的なジャケットとして考えたらね、大体こういうのって10,000円ぐらいで売ってるじゃないですか。ほんなまあちょうど値段もね10,000円ぐらいまでセールで落ちてるし、なおかつ夏場のね、ちょっとクーラーがガンガンに効いてるバスの中とかね、ちょっと電車なんか寒いなと思って、さって羽織ってこういう感じでもできたりもするし、まあ、こういうスタイルでね、アウトドアとかピューって行ったりとかもできたりするので、まあ最悪失敗したとしても、まあ1万円やから、ちょっと福沢諭吉先生には申し訳ないんやけども、ちょっと諭吉さんすんません言うて、まあ終われるぐらいの値段かなと思うので、ね、まあだからね、これはいいかなと思います。でまあこれ見ていただいた方で、僕
僕は運動するんだと、お前と違って俺は結構ちゃんと運動してて走ってるよって方も僕の視聴者さんにいらっしゃるんですよね。昼休みの休憩時間中にランニングしますっていう意識の高い方もいらっしゃるから、僕と違ってねちゃんとしてある人もいてて、そういう人はいやもうちょっと運動できるようなあのジャケットの方が私いいねんなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そんな方にはこちらマウンテンソフトシェルフーディーというこっちの方に関してはね、同じく値段も1万6000円ぐらいやったかな、定価は大体そんなもんやったと思います。でそれからぐんと1万1000円ぐらいまで、これまた値段下がったりとかセールになったりしてるんですよね。でこっちに関してはどっちかっていうと、まあこっちのね運動着みたいな感じなんで、まあ見た感じ一緒ですよ、あのほぼほぼ違いないから見た感じは一緒やねんけども、まあ運動する時とか用に作られてるからこうやって伸びるんですよね。だからランニングする人とか、あとまあそのテニスとかね、あと釣りなんかもいいかもしれないですね。こうやって釣りってこうやってヒュッてあのやったりとかする、僕の視聴者の方釣りもやってはる方多いんですよね。だからまあ僕はしてないんですけども、そういった方にはいいかなと思います。こっちはねスワロテールもいいんですけど、これはまあ待ち着っぽいというか、あんま伸びたりとかしないんで運動するにはちょっと厳しいかもしれんけど、こっちの方やったらソフトシェルフーディーは結構伸びちゃうので運動には持ってこいやし、両方ともねちょっとサイズちっちゃいからね、ソフトシェルフーディーこっちのタイプのサイズ、さっき紹介したあのスワローテールもねちょっとサイズちっちゃいからワンサイズ上げた方がいいと思いますけどね。普段持ってるサイズよりワンサイズの方がいいと思うけど、まあこれに関しては伸びるから、こうまあ釣りのこれねこういう感じ合ってるか分からないけど、こんなもあったり、テニスもねこういう風にやったりするし、ランニングもこうやってできるからね、そういう方にはね持ってこいでしょう、ええ感じやなということで、あしかもこれがセールにかかってんのかいなーいう感じだと思いますので、これを4つ目にご紹介させていただきました。4つ目やったかな、3つ目ですかね、ご紹介させていただきました。で次に4つ目5つ目っていうのは今購入ポチった状態でまだ届いてないんですが、ご紹介しておきますね。これだからいずれレビュー来るよぞ来るぞと思っておいてくださいね。それが何かというと、まず一つ目がね、キャンプインスタレーションベスト。これに関してはもうスペック見た段階でめちゃくちゃいいやんって僕思ったんですよね。だから誰にも勧められてないし、めちゃくちゃ売れ残っててんやけども、これ普通にめちゃくちゃ使えれてと思ってね、まあ、なんでなんかっていうと、中にね、まあ、一応ダウンみたいな感じで綿が入ってるんですけど、この綿っていうのが濡れてもいい綿なんですよ。プリマロフトっていうね、ええ綿使ってて、人工の綿使ってるんですけど、それのおかげでね、結構無敵のダウンベストちゃうかなと思ってて、いや僕正直ヌプシのダウンベスト買うんやったらこっち買った方がクオリティ高ないかなって思うぐらいのねダウンベストなんですよ。でこれが春夏に発売されてて、一応キャンプ用として出されてるので、まあ、ちょっと色味的にもねアウトドアチックな感じやねんけども、まあブラック買っときゃね、別にまあシンプルな感じだし、僕買ったのブラックじゃないんですけど、これはね結構いいんちゃうかなって思ってます。実際届いてないからまた分からへんけど、届いたらあやっぱいいっすねって言うかもしれんし、値段もね結構安なってたから、2万円ちょっとぐらいの定価からもうセールになって1万5000円ぐらいまで下がってたから、こういうね薄手のジャケットじゃなくてちょっとダウンベストぐらい欲しいって方はね、まあそっち行っちゃってもいいかもしれんけど、まあレビューまで待ちたいって方はね、レビュー待っていただければそのうち出しますので、これはいいんかなと思います。これこそ掘り出し物、いや眠ってたねと、だいぶそこの方まで眠ってたねっていうような掘り出し物でね、これ見やな、ようよう探しがないな、わからんでっていうような掘り出し物なんですけど、これはええと思います。で次はね、これを視聴者さんにお勧めしてもらった、名古屋のねポップアップの時に、いや拓斗さんこれ紹介してくださいって言われて、あわかりました、じゃあ買ってみますっていうことだったんですけど、何かっていうとね、エイペックスフレックスパンツっていう、まあこれ結構細身なね、まあどっちかって運動着的な感じなんかもしれんけど、シルエット綺麗でねいいんですよって言ったところね、あそこまで言い張るんだったらちょっと買ってみようかなと思ってね購入しました。なこれもまだ届いてないから、まあなんていうかわからないんですけど、このシリーズもね上もあったりするし、上下セットアップであるんですけど、だいたい去年もそうやけど、去年から出たんかなわからんけど、去年も今年もそうなんですけど、セールにかかってるんですよね。だからまあ買ってないからわからへんけども、何がネックで皆さん買わへんのかわからないんですが、まあこれも実際手元届いたら分かるでしょ、あこれが微妙で買ってないんかっていうのが分かったりするかもしれんし、いやただただ目つけられてないだけかもしれんし、まあ、ちょっと分からへんけどもね、一応今現段階で思うセールの狙い目っていうのが一応この5つなんですね。で逆にもうこれセールかかりませんでと、春夏のモデルでいくら待っててもセールかからへんでっていうのが、この後ろにあるねクライムライトジャケットね、これはまあもう不動の人気があって、特になかなかセールで見ることがなくて、特にまあ公式のホームページではまあセールならへんし、たまにアウトレットとかでセールなんての見たりするけど、まあ、ちょっと変わった色とかね、あとまあサイズがめちゃくちゃでかいとかね、そんなんはあったりするんやけど、まあ、これに関してはほぼほぼ定価で買っても問題ない。楽天とかやったらたまに 10% オフとかねやってたりするから、まあ、それが多分一番安いかな、まあ、ほぼほぼ定価みたいなもんでしょうよね、まあ、それぐらい2万後半ぐらいで買うっていうのが一番安いとは思うんですけど、まあ、ほぼほぼこれは定価ですよねと。でそれ以外にやったらこのバーサタイルね、この僕が履いてるパンツももうほぼほぼ定価ですよね。これも6000円か6500円か忘れたけど、これぐらいの値段で買うっていうのが定価で、もう
セール待ってたって絶対かからへんというような感じですわ。ほんでね、時期はずれたらこれセールなるよいうのがね、このマウンテンレインテックス、これね春と秋に2回出るんですよ。で春も出て秋も出て人気のやつなんですけど、待ちすぎるとすぐ新作出てくるんですね。あのギリギリまで待ってセールまでわし我慢するぞって、よっしゃそろそろセールか行こうと思ったら新作出てくるからね、あの定価にまた値段ボーンって戻ってくるから、まあタイミング的にはねこれ2月3月にまず出るでしょ、で次に9月ぐらいに出てくるから、そのちょっと前ぐらいに買っとくのが一番いいんですよ。だから時期的には6月とか7月とかやったらね、楽天のセールとかで売れ残ってるやつがね安出てたりするから、今の時期はちょっとちゃうかもしれんけども、もうちょっとしてから、例えば秋とかやったらね、11月ぐらいとかやったらね、ちょっとセールかかり出したりする時もあるんですよ、店舗によったら。まあ、その辺を狙うっていうような感じになってますので、ちょっとこれは特殊な狙い方なんですけど、まあ、この辺もね一応ご紹介させていただきました。はい、ということでね、セールには興味ないやと、俺は別にセールじゃなくてもいいやとは言いながらもね、セールと言われるとポチッとクリックしちゃってね動画見ちゃうっていうことがあったりするとは思うんですけども、まあ、僕が分かってる中ではこの辺がおすすめで、まあ、こういう時期に買ったりしたら比較的安いんちゃいますかというところでご紹介させていただきました。ということで本日はですね、ノースフェイスのセール狙い目アイテムをご紹介させていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。